口を閉ざしてる。後に見て組み込まれたゴムの声。このままじゃ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 。ニラムさんのうなり。これからは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 。返事をまたにして。息が切れた時、足元からは二の目が出る。蝕まれてから両目こそに崩れていく。自分の力では叶わないとし返事を待つ。ほっといたらまむかれて、吐いたらまさかれて、そしたらまだ焼けて闇を見つめる。死だのと死にたかないけれど死んだ会えないと。花に記録したあの音を。しっかりさっぱりわからない酒は食いつまいましょうってことか。浮ついたぜ。おっちゃまけちゃ聞こえないかもしれないよね。時間遠すぎて。あっちもこっちも聞こえない山登りでも長いのかな。打ち合ったこと。くそしていつかなか風刺ここでまぬさかで行き場に気づく。解ける私たちはポピュラー音楽文化的アイコンや創造者のアイデンティティから今逸脱線とする。しかしこれこそが創造者が想像しなかった新しい表現の可能性をもたらし、この自己発展は創造者に花を持たせるだけのプロセスと化してしまう。考える、考えてみる。そこで私たちは創造者から乖離し、社会的人形をダイレクトに得るために文化的アイデンティティを再構築し変容させることもできることをここに宣言する。花から創造者を認知しない視点を得る。花にもなり得ないように除草剤をまき散らかしたのは紛れもなく創造者であり、それは害虫のごとく私たちを蝕んでいく。聞こえないお返事をありがとう。やれやれ引っ張りさっぱりわかんない、誰も助けてくれないってことか。下げすんだよっていつも我が面中を訪れた静寂が虚しすぎて。やれやれ引っ張りさっぱりわかんない、さては人間さこいないってことか。国を近くって思うぜ。